呂布は曹操不在の牧羊を強襲。守備部隊を打ち払うとこの地を完全に制圧した。また遠州各地の大使もこれに呼応、次々に曹操に反旗を翻した。一方曹操は迅速に事態に対応、すぐさま遠州奪還の軍を起こす。彼は直接呂布のいる牧羊を攻めず、戦略的要衝帝都へ進軍。大使である呉氏を攻めると、そのままそこに陣を展開した。この報を受けた呂布は曹操を討つべく帝都へと軍を進める。曹操の軍は盛況だが、呂布にも頼もしき者らがいる。そして何より強者との戦に呂布自身の心が熱く燃えていた。その意気を感じ、長領と陳宮の闘志も高ぶる。勇飛する明日をかけ、今男たちが戦場に立つ。ご子様の部隊を包囲。このままではご子様は。分かった。しばし、しばしお待ちを。こたびは主戦、牧羊での奇襲のようにはいきません。曹操の軍と対するには十分な構え。こちらには俺とお前と長領たちがいる。いや、それはそう、それはそうではありますが。ならば曹操の軍など前と同じように蹴散らすまでだ。ようやく借りを返せるな。呂氏は俺に任せろ。お前はそこの軍師と共に曹操をやれ。強敵との戦だ、楽しもうではないか。当然だ、うん、行くぞ。両方戦の軍の強さ天下に示せ。おさすがさすが曹操、甘くありませんな。牧羊を落とされてすぐこの戦とは。しかし一方でこれはむしろ好機。曹操に勝てば我らは大きく勇飛しましょう。曹操は治癒の死を多く抱えていると聞く。中には並ならぬ武の御人もいるであろう。強者と刃を交えるは武人の本懐。ぜひこの戦で手合わせ願いたいものだ。しかし呂氏のもとへ向かえば敵は群がってくるか。それは面白いな。策など蹴散らして俺の武を示すまで。行くぞ。敵などすべてこの俺が叩き潰してやる。開門します。ご武運を。そうそう、まだ力の差がわからん。ならば何度でも打ち砕いてやる。行くぞ。平行にいる曹操軍を蹴散らしてやる。お前なんざ一ひねりだ。そいつが最強。思い知ったか。そうそう、心よく思わぬ諸侯は。
彼らと手を組み、共に当たるべきかと。雑魚どもの手助けなど必要ない。シルエゼのことはあるな。進級来ていただけると信じてました。さあ、敵を打ち払いましょう。救援、感謝します。さすが両軍、あっという間でしたな。キュア城が吸収された模様。救援軍を求むとのこと。そうそう、次から次とか逆に言ってなぎ倒してくれる。演習は俺ら芝居、そうそうなど片手で吹き飛ばしてくれる。消えろ。我らの軍、攻めに憂いはありません。しかし少々不安ですね。ならば俺が行こう。神宮、本陣の守りを任せよ。死ぬエザ子ども。ああ、今頃来ても遅いって。もうあらかた済ませちゃったよ俺。ちょうどいい。我が主役、食らわさせてもらおうか。おう、助立ちくださるか。シルエザ子ども、この相手は手を貸してくださいませんか。お見事、見せつけてくれますな。おかげで城を落とされずに済みました。感謝の言葉もございません。シルエザ子ども、味方本陣敵襲により炎上。帝都も敵の急襲にあっている模様です。敵の狙いだったか。急ぎ帝都城へと戻りますぞ。救われた子を命、もう返せずに捨てることになるか。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。打開できそうにない。よく飛んだ。
にも兵が伏されていましょう。ですが今は撤退するしかありません。奴らを逃がすんじゃねえ。全員潰しちまうぞ。待ち伏せとは陳旧殿の予見通りか。しかしこの子で倒れるわけには参らん。味方とはぐれたのか。これこそが最強。思い知ったか。その組捕らえ受ける。いざシュレザー子ども。なんという武勇。切れるとでも思ったか。甘いわ。それが最強。おそらくこの先には罠が待ち構えるはず。さらに我らは進まねばなりませぬ。戻って策を見直した。お見事。見せつけてくれますな。奴らを押しつぶしてやれ。なんかと止められると思うな。もうすぐ脱出地点か。受けにしようぜ。勝てばよいだけのこと。まさしくその通り。遠州など天界の捨て石に過ぎませぬ。この乱世、天界の好機はいくらでもありますゆえ、我ら武人も連磨し、より盛況なる軍となりましょう。行くぞ。覚えていろ。俺は必ず天下を勝ち取ってやる。乱世の勧誘曹操、その実力は強大なものであった。武で呂布に並ぶものはなく、長領陳宮の治癒も遅れを取らない。だがそれでも曹操の傭兵と少子は呂布の軍を圧倒した。かくして帝都で敗れ遠州を追われた呂布はまたも流浪。徐州へたどり着くと、その地の僕となった劉備のもとに身を寄せた。度重なる追放と流浪、この流れを断たなければ未来はない。そのためにはやはり寄って立つ地が必要であった。ならば今呂布がやるべきことは一つ。策を講じた陳宮はもちろん、常は連直な長領もそれを受け入れた。陳に対し刃で報いる、鬼神が歩むは修羅の道。暗い決意を秘め、
呂布は炎術との戦へと向かう劉備を見送る。では呂布殿、留守をよろしく頼む。うん、長領、いずれまた杯を交わそうぞ。ご武運を、関羽殿。今こそ好機かと。ここ徐州こそ呂布殿の新たな地、戦いましょう。何度も何度でも。いざ呂布殿が掴む天下のため。戦で全てを取り戻し、全てを掴む。